竹清志区は中華人民共和国天津市に位置するし、かつく。竹清志区は、河北衝撃平原、海岸の水系の中、下流に位置し、平坦な地形で構成されている。地質構造は良好であり豊かな植生が特徴である。区内の標高は6.3から7.2メートル。段温帯の大陸性モンスーン気候に属し、明確な四季があり。 年間平均気温が十二点一度、日照率が六十五パー65%、不構想期間が二百十二日間、年平均降水量が六百六ミリメートル。竹清区は、北京市と河北最大の港湾都市である、天津市の中間に位置し、北京市内と天津港までが七十一キロメートル、北京首都国際空港までが九十キロメートル、天津市区と天津浜海国際空港までが、 各3 0トルの立地となっている。新末に設置された洋野県を前進とする。南北朝時代には北儀により両洋軍の軍地とされた。742年に東朝により竹清志県と改名された。2000年6月13日に朱雀区の竹清志区に改編され現在に至る。第一次産業としては、落農と向こう外野菜が挙げられる。 飼育される父牛は六万頭を超え、五十七箇所の落農施設が建設され、そのうち五箇所が国家級の向こう外のミルク生産基地に指定されている。第二次産業は五千社程度の企業が存在し十五点六万人が、従業、電子産業、新素材開発や機械製造、製薬、建築材などを中心に折り単業や、自転車製造などの伝統的な工業生産が、 行われている。特に自転車製造業は年間1000万台生産、200万台を輸出し、また折従業は年間1.5億枚を生産し全国の生産量の50%以上、輸出量の40%を占めている。第三次産業は宅地開発とそれに伴う商業開発が主体であり、中心広場、市醤油儀、竹清志店などが開業している。 区内には18本の国級あるいは市級道路、鉄道がある。現在は北京天津単空2本、北京上海、天津補定を連絡する4本の高速道路が開通し、11カ所のインターチェンジが設置されている。区政府は2003年から道路網の整備に着手し、103、国道の拡張と区内の旧横級縦の道路網を整備することで、 国内いずれからも15分以内で高速道路に接続する計画である。鉄道は北京山海間、北京上海、北京香港を結ぶ3本の鉄道が通過しており、旅客駅が1カ所、貨物駅が2カ所設置されている。2008年に開業した京新城和線に竹清駅が設置され、北京まで20分、天津まで10分の連絡となっている。 この節の参考文献、ありがとうございます。